いいですね、いいですね。非常にいい感じになってるんじゃないかな。どうも、にゃんちゅうじゃにゃん。違います。料理のお姉さん、リュウジです。結構似てなかったね。結構似てたよね。ということで、今日はですね、岐阜県のですね、郷土料理を作っていきます。とりあえず、にゃんちゅうはもう忘れてください。ていちゃんっていうね、味噌漬けした鶏肉をキャベツで焼くっていうシンプルなんだけど、めちゃめちゃうまい料理がありますので、やっていくにゃん。はい、ということでね、材料紹介をしていきたいと思います。鶏もも肉です。これ 200g、 にんにくが1かけ、でキャベツが、8分の1で 160g ぐらい、鷹の爪1本分、あとは調味料。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まずキャベツです。まず本当にざく切りで、まあなんか一口大ぐらいに、はい、こんな感じで切っていきます。補欠落とし、あとでね、すりおろしますんでね、皮剥くだけで結構です。まあこんな感じでね、半分切ってですね、こんな感じですね。はい、お兄さんクイズです。今日僕は何杯ハイボールを飲んでいるでしょうか。答えはですね、0本です。なぜかというと、これチューハイレモンなので。はい、コメント欄荒れそうなのでやめておきます。もう鶏もも肉をね、このボウルに入れてあげてください。ここにですね、調味料今入れていくんだよね。どうぞ。大さじ2です。みりんがね、大さじ1ですね。お砂糖が小さじ2です。料理は甘ければ甘いほどうまいからね。醤油小さじ1です。味の素が2振れです。おろすなんなくです。シャ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 。はい、こんな感じですね。鷹の爪も入れます。これマジマジしていくんです。マジマジ、かなりね、濃いめのタレになってます。よーく揉み込んでいます。よく揉み込んだら20分から30分ぐらいね、置いて鶏肉に味を染みさせてください。でもせっかちの方はもう焼いてもいいです。僕はちょっと美味しくしたいので20分ぐらいは置こうかなと思ってます。はい、常温でつけてくださいね。常温で、冷たいと火が通りにくいので中まで。フライパンに火をかけます。油、まあ小さじ1半ぐらいですかね。これね、温めます。で、今回味噌が入ってるのでちょっと焦げやすいので中火ぐらいにしましょうか。一番のやつ温まってきましたね。まず鶏肉を焼いていきます。中火で焼いていきますからね、両面に焦げ目をつけるように炒めます。あんまり火力が強いとね、味噌って焦げやすいので、適度なあれで、あれしてください。両面に焦げ目がつくまで焼きしていきます。味噌とニンニクのものすごいいい香りを吸引しながら飲んでいきます。幸せはここにあるよ。そうですか。パリッとしてましたね。いい感じに焦げ目がついたらパリッと入れていきます。まんまね、ホテちゃんの匂いがします。ほらほら、味噌がね、ちょっと焦げてくる。味噌がニンニクと合わさって焦げてくる。これがね、この香りがね、たまらない。あ、いいですね、いいですね。すっごいこれを嗅ぎながら飲みます。こうすることによって調理中も楽しいんです。料理って作る人が一番偉いんです。だから作る人はもう作ること楽しんでください。非常にいい感じになってるんじゃないですかね。キャベツがしなっとするまで煮絡めていきます。非常にいい香りがしてきました。本当にまたまんないそうです。キャベツがしなっとしてきたら、もうこれね、完成なんです。盛り付けていっていいかな。ね、こんがりと焼けたね、このけいちゃんですよ。味噌味で漬け込んだ鶏肉と野菜の炒めですね。栄養バランスもね、非常にいいので。ビールが俺を呼んでいる。岐阜県のね、郷土料理になります。けいちゃんのですね、完成でございます。うまそうにできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、香りがね、バチいいですね。いただきます。めー、タンコうまいですね。味噌の濃厚さがすっごいですね。まあ、ニンニクもすごい使ってるんでね。味的には鶏肉版のホイコーローですね、これね。美味しい。ビールに合うわ。しみじみしてきちゃいましたね。
この料理チャンネルもね、もう皆様のおかげでギョンギョン上がってます。僕はもう皆様にね、感謝の気持ちしかないです。感謝の気持ちを表しながら飲んでいきます。あー、ありがとうございます。ビールにはこれ、なんでそんな飲んじゃうかっていうと、自分の料理が美味しすぎて飲んじゃう。すいません、本当にゴリラうまい。皆さんも僕と一緒にゴリラになってください。油は偉大だ。ずっとこういう仕事してたいですね、本当にね。ということで来週もまた見てくださいね。皆様、このチャンネル美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方、僕の飲みっぷりに男気を感じた方は、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。